トルガリどうしたの？嫌な予感がする。行くぞ。から逃げられると思ってたのか。奴隷不正がつきあがるな。死ねえ。
退。のご命令だ。ここのベアラードも村人ごと焼き尽くせ。アナベラ、まさかこれは母上だ。クライブ、分かってる。俺はこいつを倒す。遅かったか、ガブ。クライム、そうか、アナベラの差し金だったのか。俗領総督府の奴らベアラーを受け入れるどころか村ごと潰すなんて。もっと早く手を打っていればこんなことにならずに済んだってのに。くそ。母上はベアラーを疎んでいた。奴隷の身にありながらクリスタルを用いずに魔法が使える、それは本来あってはならないものだと。だからってひどい。どうしてみんなを、彼らが何をしたっていうの。
こんなことをして許されるはずがない。ジル、俺たちガブ、力になれないか。でもロザリアでやることがあったんじゃ。この惨状を見過ごせるか。だったらさっさとシドのところへ行って話をつけな。もともと仲間に誘われてたろ。わかった。なら早い方がいい。シドのやつ何か企んでたからな。ここの人たちは。おい、後のことは任せてもいいか。はい、丁重に弔っておきます。すまない、頼む。よし、行こう。やっと見つけたぞ、シドの一味め。奴らの隠れ家を見つけさえすりゃ、クプカ様に取り立ててもらえる。行きな。さあ見ていきな。じゃあね。何か用か。どれが欲しい。また来いよ。
手短にな。どれが欲しい？また来いよ。お帰りなさい。私たちにもできることがあるはずよ。シドと話をしてみましょう。相変わらず賑やかだな、ここは。どうせ死んだら静かになるんだ。生きてるうちは賑やかなくらいでちょうどいい。それで旅の収穫はあったのか？なぜこの身にこの力が宿ったのか、意味も理由もまだわからないことだらけだ。ただ一つだけはっきりしてる。俺は火の召喚獣イフリートだ。これからそれを背負って生きていく。そしていつの日か全ての真実を突き止めてみせる。それでいい。自分を受け入れることが自分を救う足がかりになる。それがたとえどんな過去であったとしてもな。以前あんたは言ってたな。誰もが人として死ねる場所を作りたいと。そうだ。それはきっと人が人として生きられる場所を作ることなんだろう。俺はこれまで復讐のためだけに、それだけのために生きてきた。自分以外の世界から目を背けてきたんだ。だが現実を見て思い知らされた。人が人として生きることすら、普通に生きて普通に死ぬことすら、それさえこの世界では難しいのだと。それに気づいたからにはもう見ないふりなんてできない。それは償いのつもりか？俺と彼女の決意だ。ええ、そう決めたの。ふぬけを養う余裕はないぜ。知ってるさ。いいだろう。お前たちが仲間になってくれるなら、こいつが大真面目にできるってもんだ。ガブも言ってたな。何をするつもりなんだ？ザンブレック公国、そのコートオリフレムに潜入する。
マザークリスタルをぶっ壊す。今や東部の田園地帯までもが沈んでしまったのだぞ。ここ数年の黒の一帯の広がりは常軌を逸しておる。このままではそう遠くないうちにこのコートにまで達するやもしれん。いつまで不毛な論議を重ねるつもりだ。陛下、手つかずの豊かな土地があるではないか、このすぐそばに。それはもしやクリスタル自治領のことで？お言葉ではございますが、彼女は各国間において不可侵条約が結ばれており。条約など平時にしか意味を持たぬ。そうおっしゃいましても、条約を犯すなど。ここで危険を犯して自治領を攻める必要が。黒の一帯に土地を奪われた民がこのコートに押し寄せている。田園地帯が黒に飲まれた以上、遠からず食料も窮するだろう。それにケーラの進めた先の戦、ウォールードから領土を取り戻すどころか、手ひどくやられ数多の将兵を失った。この国難、苦しむ民を前にして揃いも揃って優雅に茶会とは、ご賢人が聞いて呆れる。我々はそのような軽い気持ちでは。これは大事な議論で。民あっての国、国あっての我々は奉仕せねば。死の大地が国領を蝕むのなら、民のためにそんなもの捨ててしまえばよい。しかし芸家、どうかお考え直しを。今こそ潮である。クリスタル自治領を新たな国領に。グエリゴールの信託だ。ですが、それは神のご意志ならば。だが何から手をつけたらよいというのだ。資金の調達はどうする。となれば軍の支度も急がねばなるまい。それより諸国への対応を決めねば。猶予はないぞ。事の支度を急げ。ディオンはどうしている。大阪海峡の砦に駐屯中にございます。しかしながら芸家の命とあらば、すぐにでも戻られるかと。構わん。戦の傷を癒せと伝えておけ。またすぐにバハムートの力が必要になる。仰せの通りに。待ってくれ。ということはマザークリスタルが黒の一帯の原因だとでも。正気か。こんな悪趣味な冗談誰が言うよ。黒の一帯は死の大地だ。大地のエーテルが枯渇し、草木も生えない。魔法なんて使いようはずもない。それも全てマザークリスタルが周辺のエーテルを吸い尽くしたからなのさ。長い間調べてきたんだ。根拠もなしに言ってるんじゃないぜ。
そうだな。クリスタル、誰もが使ってるこいつは、そう、エーテルを吸って魔法に変えるが、一体どこで取れる？各国のマザークリスタルを削り出してんだろ。つまりマザークリスタル自体も本質は変わらないってことだ。マザークリスタルはただ巨大なクリスタルに過ぎない。理屈はそうだが、人が魔法を使うときとは違い、エーテルを吸い続けている。どこに流れてるかは俺もさすがに分からんがね。マザークリスタルは神聖な存在、俺たちはそう教えられてきた。だからこそ人はエーテルの矜持をクリスタルの加護として崇め、その加護をめぐり争い続けてきたのだと。真実を知られると都合が悪かったんだろうな。都合が悪いって誰が？さてね、神様かな。マザークリスタルのことは分かった。だがベアラーは彼らやドミナントを救うんじゃなかったのか？もちろん続ける。これまで通り対処していくさ。しかしマザークリスタルを放っておけば、この世界は黒の一帯に沈む。みんな死んじまう。それじゃあ遅いんだ。生き残らなければ話にもならん。クライブ、お前の言う人が人として生きられる場所、そいつを作るためにもな。だから全てのマザークリスタルを破壊する。俺たちの手で。どうだ、乗るか？もう一度くらいはあんたを信じてみよう。誓いの証ってとこだな。頼りにしてるぜ、二人とも。マザークリスタルの破壊、大仕事だな。しっかり支度をしなければ。まさかマザークリスタルが黒の一帯の原因だなんて、きっと誰も信じないでしょうね。ほら、支度してこい。俺の話に乗ると言った以上、しっかり働いてもらうぜ。嬉しいよ。お帰りなさい。今度はどこへ行くんだい？コートオリフレムだ。お前さんも忙しいね。ちょうど新しい品を仕入れたところだ。見てきな。フレムか。そういや、ここのところ随分と荷が流れ込んでた。ありゃ何かしでかすつもりかもしれないよ。詳しいことはオットーにでも聞いてみるんだね。そうしよう。
帰りなさい。おう、どうした？何を作る？よし、できたぜ。じゃあな。夫たち、バタバタしてたわね。よう、話は聞いたぜ。シドのやつがついにやるんだろう。まずはドレイクヘッドからだとガブが騒いでた。これからオリフレムに潜り込む。状況がわかるか？ああ、協力者から知らせがあったところだ。ザンブレクは先のベレヌスでの戦いでウォールード王国に負けたばかり。それなのに早々に再軍備を始めたらしい。人や物資が入り乱れてコートは混乱してる。また戦を？グエリゴールのお告げってやつさ。戦好きの神様を崇める国とは始末に負えんよ。とはいえまたとない好機だ。それだけ動きがありゃ潜り込むのはそう難しくない。歓楽街にでも入っちまえばまず見つからんだろう。問題があるとすればノースリーチの関所か。ああ、ノースリーチはオリフレム前の最後の関所だ。案の定通行が厳しくなってる。だからこいつを持ってけ。これはそこいらの通行証よりよく効くお守りだ。ノースリーチに俺たちの協力者がいる。ストラスを飛ばしてお前たちのことを伝えておこう。あとはそのお守りを持ってりゃ向こうから見つけてくれる。うまく関所を通してもらえ。ありがとう、夫。念のため相手の特徴を聞いておきたい。通称マダム。とびきり美人の娼婦だからすぐにわかるさ。彼女を見て日和るなよ。わかった。やれやれ、からかいがいのないやつだな。だがその仏頂面も見られなくなると寂しいもんだ。必ず戻ってこいよ。支度はこんなところか。ガブに声をかけておこう。おや、あんた新入りだね。俺はゴーチェ。協力者連絡窓口へようこそ。ここでは協力者たちからの知らせをもとに各地で起きてる問題を取りまとめてるのさ。あんたも厄介事の解決を頼まれることがあるだろう。その手の話は俺のとこにも集まってくるんだ。今どこでどんな問題が起きてるのか、そういうことが知りたけりゃここで教えてやるよ。人助けをすると気分がいいもんだぜ。気が向いたらでいいから協力をよろしくな。どうぞ見てってくれ。じゃあな。何か用かい？はい、どうぞ。
じゃあな。おかえりなさい。仕事終わりの一杯は格別だぜ。早速出発か。気の早いことで。また振り回される。振り回されたいの間違いじゃねえの？お前ほどじゃないさ、ガブ。え？潜入するにはいい頃合いだ。行くとしよう。構成は？ドミナントだけで行く。それじゃ三人だけで。戦をしに行くわけじゃないんだぜ。マザークリスタルは国の要だけに警備も厳しいからな。少人数で潜るに越したことはない。それに最悪の場合、俺たちなら召喚獣になりゃいい。俺はまだ力をつかめてない。イフリートになろうとしてもなれないかもしれない。ドミナントなら覚醒と同時に自然と使いこなせるもんだが、お前は事情が事情だからな。でもクライブにはフェニックスの祝福がある。それにガルーダの力もな。そもそもお前の剣の腕はロザリアのお墨付きなんだ。なら万が一にも自分の力でどうにかできるだろう。また適当なことを。足がつかないようにばらけて向かうぞ。ノースリーチで落ち合うとしよう。遅れんなよ。シドたちとはノースリーチで合流だったな。関所を越えるためにも協力者に会わねば。Oh.
もうじきブドウの収穫だ。忙しくなる。
見えてきた。ノースリーチだ。協力者のマダムは娼婦だと言っていたな。探してみよう。ザンブレクまで来た。こっちもうまそうだ。さあさあ、いらっしゃい。ソーセージも。うちの酒はうまいよ。飲まなきゃ損だ。なんだい、買うのか買わないのか。何をお探しで。ありがとね。ちょっといいか。あら、いいの？ベアラーが一人女を買おうだなんて大胆。人違いだ。いい香り。私がこの花を好きだって覚えてたのかしら。香り袋か。シドよりもオットーの方がよっぽど女泣かせだったりして。あなたはどう思う、クライブ？やっぱりあんたか。私はイサベル、ノースリーチの召喚、夜の帳の主人よ。シドのところの新入りさんでしょ。オットーから知らせを受けてるわ。さあ、ついていらっしゃい。どうしてシドのやつに協力を。シドとはもう長い付き合いでね。昔ちょっと大変だった時に助けてもらったのよ。この町で商売を続けていられるのも全部彼のおかげだから、その仲間には親切にするって決めてるの。それにあれ、ここはコート前の最後の関所。ベアラー一人では決してあの門をくぐることはできない。でも私ならあなたを門の内側へ連れて行ってあげられるでしょ。どうやって。夜の女王って何、恥じないくらいのことはできるつもりだから。無事に関所を抜けたら、一つ私の頼みを聞いてちょうだいね。おい、何を買う？早く決めてくれよ。
何をするつもりだ。そんなに不安にならなくても平気だから。俺がベアラーであることはこの刻印でおのずと知れる。下手に隠すと怪しまれるぞ。別に隠す必要なんてないわ。普通に行って普通に通り抜けるだけなんだもの。これはマダム、お帰りですか。ええ、今晩の支度をしなきゃ。ところでそちらは誰です。私の新しい用心棒なの。どう、かわいいでしょ。マダムの番犬とは羨ましいね、色男。じゃあもう行くわ。またうちをごひいきに。待て、お前まさか。やっぱりベアラーかよ。マダムに拾われるなんて運のいいやつだな。ほら、さっさと行け。ほら、無事に抜けられたでしょ。まったく、肝が冷えた。これくらいは簡単よ。ノースリーチに勤める兵士はうちの一番のお客だもの。それにここは私の町。罪さえ犯さなければ大抵のことはなんとかなるわ。さあ次は私の番ね。詳しい話はお店に着いてからにしましょう。仕方ない、協力するか。戦に出る前に。ええ、わかったわ。お客様に粗相のないように。お帰りなさい、マダム。ただいま。マダム、お戻りで。遅くなったわね。ようこそ、クライブ。ここが私のお店。夜の帳よ。